三3四番乗り場コンコース改札内にあった北上餃子谷上駅98時の五番線ホーム谷上駅は兵庫県神戸市北区山田町下屋上にある神戸市交通局神戸電鉄の駅駅番号は神戸市営地下鉄が S01 神戸電鉄がキロバイト十。神戸市交通局と神戸電鉄の共同使用駅であり神戸市交通局が管轄しているが 駅掲示時刻表など、神戸電鉄様式に合わせた案内設備も多い。標高は244メートルで、日本の地下鉄駅で最高地点である。北上線は2020年5月31日までは、北上急行電鉄が営業していたが、翌6月1日に神戸市へ譲渡され、神戸市へ地下鉄北新線となった。なお、 当駅からの神戸高速線経由の連絡乗車券は、東は、花熊駅及び、元町駅、西は西大駅までしか購入できない。これは当駅から、三宮駅へ行く場合や同駅から阪急、阪神を利用する場合は、新海地経由よりも地下鉄を利用した方が、安く、同じく、山陽電鉄線方面へは、新海地経由よりも地下鉄板宿駅にて、 乗り換えの方が安いためである。地上1階にコンコースと改札があり、地上2階にプラットホームがある、高開機。地上2階のプラットホームは、島式3面5線で、北側3線が神戸電鉄ありません。南側2線が神戸市営地下鉄北新線の発着ホームである。ホーム有校長は6両。ありませんは、通常4両3両のみの入線だが、震災直後は、 鈴蘭台からの五両編成の電車が折り返していた。北側のホームは神戸電鉄ありません用のホーム、中央のホームありません、神戸市営地下鉄北新線の共用ホーム、南側のホームは北上専用のホームである。中央のホームは神戸電鉄ありませんと神戸市営地下鉄北新線の列車同士が同一平面で乗り換えできる構造になっている。 昼間時は両線ともこの中央のホームのみ、使用しているため、有馬線は上下線で、同一の線路を使用する形になる。かつてのホーム構造は、島式三面六線で、1.2番乗り場があり線下り、3.4番乗り場があり線上り、5.6番乗り場が旧北上急行用であった。駅が現在地に移転した当初は、 キセル防止のためこのような構造とされ地上1階に中間改札が設けられていたがするっと関西導入でその必要性が薄れたことから後に廃止現在の姿となる地上駅時代は2面4線の廃線で有馬見た方が1番線2番線新海地方が3番線4番線となっていたまた深海地方に 下り線から上り線への渡り線が設置されていた。当時は新海地島駅までの区間列車が多数運行されており、谷上止まりの列車はこの渡り線を使って4番線に入線し、そのまま新海地へと折り返していた。なお、ありませんが狂気、北上線が標準期のため、ありませんの線路に北上線の車両が入線することはできない。 神戸電鉄では4両編成2本が夜間停泊されていたが、2020年3月のダイヤ改正に伴う運用変更発生により、3両編成1本と4両編成1本に変更されている。北上線ホームの4.56番線では、北上急行電鉄時代の2019年1月29日から、当駅オリジナルの接近メロディを使用している。 曲はスイッチ制作の森のさざめきである。神戸市統計所によると近年の1日平均乗車人員は下評の通りである。ありがとうございます。